Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。フリエイターモーションデザイナーしております。クリエイターコニーです。今日、ビーファー、ビってか、BMSG のまたすごいビッグニュースが、ワンピースのエンディングテーマのセーリングの発表が昨日あって、昨日の今日でなんと NHK 全国合宿、音楽コンクールの、まあ小学校の部とかもあるんですけど、中学の部の課題曲に選ばれることになりまして、えっと、制作を え、社長がやって、b e f a が歌うということで決定しました。やばくねえか課題曲。ちょっと歴代の課題曲も見つつ、社長のコメントとかも入ってるので見ていこうかなと思います。で、これ何がすごいかいいかっていうと、まあ、NHK さんといい感じの関係を築ける。そして、まあ、今年の紅白は硬いね。硬いね。確実だね。と思ってるんですが来年もというか、そこら辺で NHK さんといい感じで、まあ、合唱コンクールっていうことで、 音楽コンクールっていうことで、また、またちょっとしっとりした感じの楽曲をね、でしょ <laughs> 中学の部だから、アンジェラ・アキの手紙みたいな、背景、背景、背景のやつね、みたいな感じのちょっとエモい曲を、久しぶり、ってか初めて聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしております。<laughs> 失礼。で、ちょっとこちら、YouTube じゃない、N コンの方ね、入っていただくと、更新されておりました。えー、92回なんで、第92回。全国、 学校音楽コンクール課題曲はテーマは空だそうですちょっとスマイルアゲイン的な感じとか思ってるけど、まあ、合唱コンの曲なんでねまたまた全然違うちょっとしっとりゆったり系ので嬉しい時悲しい時眺める空でワンピの曲は海じゃないセイリング空と海ということでなんかすごいね壮大だね今歌ってる曲ねこれから歌う曲もねと思ってますけどでポ 誰のものでもない空。でも世界中のみんなとつながっている空。なんかスカイハイもさ、空って楽じゃない日高さん。だからぴったりつきと。それだからなんかちょっと今回依頼も、なんか理由の一つとしてあったのかな日高さん。ね、スカイハイだけに空使いみたいな。で、世界のみんなとつながっている空。合唱する仲間と一緒に空を見上げて歌ってみようということで。中学部の課題曲制作。で、まあ、制作スカイハイ。 フィーファが歌歌いますよってとこみたいなんですけど社長すごいね印税というかすごいじゃん著作権ですんげえ、今年すんごい 稼いでそうね <laughs> って思ってます <laughs> えっと形だけじゃなくてね社長のプロフィールとかもあ,ありましたけど改めてスカイハイラッパートラックメーカープロデューサーでほぼほぼ b m c の楽曲ほぼほぼスカイハイがやってるからすごいことになってるよね社長の銀行講座ねはいどんどん <laughs> とんとんえっと幅広く活動を行うアーティスト2005年ト AAA のメンバーとしてデビューし同時期からソロ名義あと最近キンプリの、ね、楽曲提供とかもあのコラボとかもありましたけどもう幅広くやってらっしゃいますよね 次は世界へって感じだね。BeeFa もね。OnePiece と共に。で、そのスカイハイとしてなにクラブ等で活動会し、まあ、数々のスカイハイもさ、もういろ,いろんな経験をして今があるし、一筋縄では最初の方も結構苦労した方だから、すごいなと思ってオーディションもね、クラウドファンディングとかで。でも数々の事情者大型工業とか、フェスのメインアクションとかワールドツアーとかの功績を残したよと。2020年のまあ、才能を殺さないためにと。ノーノーガールズもやってるけど、スローガンに、 えー、自身のマネジメントレーベル会社を設立。まあ、事務所も新しくなって、代表取り役 CEO。CEO でありながら、あの最前線でアーティストとして活動して、こうやって楽曲提供もやってて、改めてすごいなと。で、翌年スタートさせたオーディション、The First から誕生した Be First。2023年ですね。 マーゼルも生まれて、で、まあ、BM と来て、あと SG が残ってるので、あと2回はオーディション見れるのかなと思いますけど、まあ、今後もね、ノーノーガールズは完全にチャンミナに任せるって言ってましたけど、子会社で。で、マーゼルのプロデュースも手掛けて、マーゼルもいい感じですね。2023年にアーティストとしてアリナツアー大成功させて、えー、ドームもやって、マネジメントの話、著作著書ね、これもね、すごかったですよね。で、数々のカンフェレンスや祭壇、えー、社長同士の対談などの活動も行っていますよ、と。 で、ビーファーの、えー、プロフィールも出てますね。まあな、何人ダンスボーカルグループって書かれてますね。改めて今年すごいね、ビーファーね。ワンピとに NHK だけで相当すごい。ワンピだけでも相当すごいんだけど、NHK の課題曲っていう。で、歌、ダンス、ラップに関して対して高いクオリティとポテンシャルを持っていると。 嬉しいですね。作詞、作曲、コレオグラフィーまで、えー、発揮される音楽感度の高さ、そうそうそう。これこ、あのセルフプロデュースっていうところも強みかなと思って。アメリカのインタビュー、解説動画あげけましたけど、そこら辺結構深掘ってもらってましたね。7、え、社、ー、7用、えー、の個性を持った華やかさが魅力だって。b ーファースト名付けられた7人組はプレデビューから各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、世界へと偉大なる最初の一歩を踏み出す。 アメリカのワールドツアーのことも聞かれてましたけど、アメリカのインタビューで。てか、米ツアー。アメリカのツアーもそろそろ念頭に入れてもいいんじゃないかなと思ってますけど。で、12月から、今年、12月からは、えー、えー、えー、と、2 0 2 0年、2022年、b ですね。自身初のドームツアーの開催が決定ということですね。すごいよね、改めて。歴代の課題曲見ていきまちょっと2000年代から見ていきましと改めて。第68回2001年は、 えー、サンプラザ中野のロボット、小学校中学校メイン見の見たドリアンさんの変っていう曲ですね。で、高校生が今日の日に、懐かしい。2002年が小学校散歩ぽいっぽい、えー、予感、中学校、高校渚さの地球。で、2003年が優しい風、えー、白い中学校白いページ、ここあなたはどこから。 ここら辺はあんまりそのなんかグループとかっていう起用があまりなかなか今までなかったからビフってすごいなと思ってほんと圧倒的国民からの支持もそうだしイメージもいいしそうだからボーイズグループだけとってこういう起用が来るのかなと思ってうんで2004年未来を旅するハーモニー小学校中学校を信じる谷川俊太郎さんですねはいで高校生新しい人 ここら辺はもう本当に有名な作曲家、作詞家の方がね、関わってる曲で、2005年とかは、風になりたい高校でね、みんなみんな、えー、花と一緒風になりたいか、2006年、毎日お初、虹、森山直太郎さんの虹ですね。で、高校が、えー、ある場合なんかいいかな。2007年、ここからなんかちょっと、手を伸ばす小学校、中学校を巡り合い、ゴスペラーズ、言葉にすればから、2007年、高校、 中学校ってのが一番いいですよね。なんか一番めっちゃ青春的な感じ。まあ、高校になるとまた相当レベルも上がってくるんですけどね。うん。で、2008年が、小学校。あー、懐かしい。この森さんね。この星の行方。で、アンジェラ・アキー。伝説のアンジェラ・アキーの課題曲2008年の中学校だったんだよね。やっぱ中学校ってすごいよ。影響力ありますよね。改めてね。アンジェラ・アキーの手紙、中学校。で、高校が、えー、っと、青春。あー、これね。 で無ちでいいや飛ばして。アンジェラアキ中学校の2008年でしたね。伝説の。すごかったよね、当時。アンジェラアキさん今何してんだろう。あれ、生き物係があった。生き物係ものイエールも中学校だね。もう名曲は全部中学校に集まってるんで、ビーファの楽曲もすごいことになりそうだね。で教科書に載る的なことでしょう、ワンちゃん。塗る可能性もあるで。課題曲だもんね。2009年、ここから一番遠いところ、夢の太陽。教科書には載らないけど、課題として歌ったりするのかな中学校で。 生き物係のイエールが中学校2009年でしたね、えー。高校はあの空へ、えー、青のジャンプかな。で、2010年が愛のアイラブ。懐かしい。谷川俊太郎さんですね。高校は命。命懐かしい。2011年がフランプールやりましたね。明石。この曲も相当流行った。うん。課題曲だけど。普通にストリーミングも伸びそうですね。今回の b ーファの起用。 柳瀬隆さんの僕らの仲間、小学校。中学校が、まあ、フランプルの証。最近フランプルあんまり名前聞かなくなっちゃったけどね。で、高校、僕が守る。えー、ですね。で、2012年が、小学校、希望の光。で、ファイト、ユイユイ懐かしいね。もう平成、すごかったね。平成の時のゆいはね。ファイト、2012年。高校が明日へ続く。もう一度。で、旅立ちの時。 ゆずの旅立ちの日もこれも中学校だね。一番だけそのアーティストがやる曲ってのはやっぱ中学校に持ってくるのかなってところですよね。2013年が小ふるさと中、えー、ゆずの友旅立ちの時に、えー、旅立ちの時ここがここにいるかな。で次2014年がこちら。淳出てくんだね、エグザイルのね。桜の季節か。小学校勇気。ここら辺もすごいね。やっぱエグザイルとかやっぱその有名どころのアーティストさんは確実に毎回中学校で持ってきてるんだね。 で、2015年がこちらでございますけど。ちょっと画面が大きくなりすぎちゃった。2015年。はい。月を包む歌声。中学校がプレゼント。これセカオワだったんだね。セカオワのプレゼント。2015年の中学校だね。セカオワもやってました。で、高校がメイプルショップ。2016年。僕らのエコー。ミワね。ユイね。ミワもね。NHK と仲良くしてたからね。なんか、紅白もね。そうそうそう。そういうことですよ。関係。 NHK ってもちろんあの選考基準があるんですけどなんかやっぱりそのドラマの主題歌とかってあると確実に出れるし選考基準がいろいろと言われてますけどなんか今年の活躍3点あって紅白は今年の活躍と世論の支持と番組企画にふさわしいかっていうところです。まあ、NHK の曲をやったりとかコンクールの曲をやったりとかすると、まあ、一番 3つ目の点に該当するので確実に出れるっていう。まあ一番難しいのは NHK と全く関わりはないんだけど、出れてる人はやっぱ活躍ぶりと世論で支持があるってとこ。こ,こら辺だよねっていうところですよね。今年も K-POP のボーイズグループ確実に出てくるから、ジャニーズを出すのかいなかったところはちょっとあの話題になってますけど、おそらく今年も出さないのかなっていう感じはしている。記事とか見てる感じ。うん。 で、2017年が、秋元康氏、願い事の持ちぐされ秋元康さんこれやったんだねリリー・フランキー、エリス・ウッドストック高校の時の、君が君に歌う歌うか。なるほどね。で、今だよが小学校。2018年が、小学校出発。中学校が、スーパーフライのギフツですね。やっぱスーパーフライとか、本当にソロのアーティストボーカル強めのアーティストユーズとか、スーパーフライとか。 セカオアとかっていう方々が起用されてるので、改めてここにビーファの名が出るのが、ボイスグループいないですもんね。うん、で、2019年が、えー、私は子猫、で、君の隣だから僕が僕を見ているかな。で、2020年がやっぱりリトルグリモンスターね、足跡、うん。この曲もすごい結構話題でしたよ、2020年。で、2022年が、えー、北村匠海さんですね。すごいわ。ほとんどソロか。 って感じで、そうのアーティストさんだもんね。リプレイ。で、何かさんだたら届いてますか小学校。高校が、音が聞こえる。えー、2023で、チェスボード。うーんなるほどね。だから、この次っていう感じ。劇団一人がやったんだよね。高校はね。鳥居そらい。で、その次っていう感じで、藤原さんのチェスボードの次が B ファンになるということで、そう素晴らしいね。 で、使い範囲のメッセージがこちらですね。中学校を応援することを、中学生を応援することは自分にとって非常に大切な仕事であると思ってます。と霊障や自虐、えっと、ひ、えっと、え,ー、っ,と <laughs> えーっと、コンテンツとして、 えっと、飛躍、飛躍か、自虐、飛躍、コウムルの逆とかで、飛躍がコンテンツとして目立つ。この時代だからこそ、夢を追うことの尊さ。それゆえの圧倒的なシビアさで。社長、国語の試験で全国一位取ったんだよね。確かね。早稲田中退だけど、めっちゃ頭いいよね。文章がすごす難しすぎてもう頭いい方なんだなって話。話ぶりも見てて、語彙力やばいよね、社長ね。 えっと、夢はおことの尊さ、それゆえの圧倒的なシビアさ。そして、一番葛藤するよね、中学校って、思春決まった中でね。すごい大事だよね、中学校の課題曲って。そして、それを続けることのタフさ、すべてに目を向けて、幸せに成長すること、そして、その毎日を祝福し合うことを応援し続けていきたいです。とでもせ幸せに成長とか、祝福。まあ、ちょっとなんか、セアルピープとかっていう感じも感じるね。タイトル、予想するなら。 Grow up あるけどすでに <laughs>。Celebration とか。今回の N コン2025年の課題曲制作が自分自身にとっても、さらに歌で参加する B ファーストにとっても、だから2025年の課題曲なんで、2025年の紅白も確定。間違いなく確定。すごいね。アザスって感じだね。素晴らしい。で、まあ、この制作が自分自身にとっても、さらに参加する、歌で参加する B ファーにとっても、新たな歴史の1ページとなるよう頑張ります。どんな課題曲が が完成するのが楽しみになってください。だって。楽しみですね。社長の書くリリックにはすごく響くものがあるから、うん。社長にしか書けない。ディープな歌詞をね。小学校の部が大成優子さんですって。なんか絵本作家とかやってらっしゃる。漫画家でもやってらっしゃる方なんですけど。大成優子さんですって。うんで、 高校の部がこちらですね。えー、っと、野木明子さんという方なんですけど、映画カラオケ行こうとか、ラストス,マイ,ルラストマイルとか、脚本家やってらっしゃる方なんだよね、作詞が作詞されるっていうことで、脚本家やってる方の作詞はなかなか面白いよね。アンナチュラルとかやってるのドラマね、で、夢に眠るダイヤモンドとか、ドラマ W のフェンスとかってやってますね。素晴らしい。文部科学賞、文部科学大臣賞取ってるんだね、放送部門でね、フェンスでドラマ W の。 素晴らしい。ということで、ちょっと活躍ぶり、改めてビーファすごいなっていうところ見てきました。歴代の賞助手、助手課題曲も見つつ、参考になれば高評価、チャンネル登録もお願いします。あと、OnePiece のね、課題曲も歌うことになりまして、ジャケットがめちゃくちゃすでにオシャレなんですけど、こちらも楽しみですね。これのためにちょっとワンピのテレビアニメを見ようかなと思ってますけど、 NHK じゃなくて、ネットフリックスの方でもアニメ見られるようになってますので、すんごい量ありますけど、最初から見るとなると。気になる方、ぜひ見てみてください。One Piece のネットフリックスの実写版もおすすめです。マッケン・ユーくん出てくるんで、あれだけ見たらなんとなくつかめるかも、雰囲気は。かか漫画とか読んでない方は、と思いますけど。ジャケットもすごく素敵で、爽やかですね。楽曲も聴きましたけど、よかったですよ。またお会いしましょう。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. 次回の動画でお会いしましょう。バイ。